Welcome to the top 5! 出動新メニュー警察。お疲れ様です。 TBS アナウンサー堀井美香です。この時間はコンビニやファーストフード店に並ぶ新商品を私たち実食デカが飲めや食えやの取り調べ、たった数分で逮捕か釈放かを決める忙しい現代人にぴったりのスピード逮捕型最新フード情報コーナーとなっております。それでは火曜パートナーのジェンスーデカ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあこの後6時から始まるランキングトークバラエティザ・トップ5直前の文字通り腹ごしらえでもあるこのコーナー、早速今日の取り調べを開始いたしましょう。私たち実食デカが取り調べる新メニューはこちらの2品ならぬ2マンとなっております。まずはファミリーマートチーズ肉まん税込み130円、そしてサークル系サンクス井村屋50年前の初めての肉まん税込み116円の2品となっております。どうぞ召し上がれ。いただきます。ボリュームのあるもの、いやーねー、本当にね、乾き物が多かったから ね火曜日は。さあチーズ肉まん、はい、少し小ぶりですが、たたた、いただきます。ファミリーマートさん、はい、はい、モッツァレラチーズの伸びが楽しめる肉まんです。はい、伸ばしてチーズを伸び、うん、おいしい。ああ、スーマンおいしいですか。私は中村屋の、はい、あんまん肉まんが大好きなんですよ。でそれに肉まんのテイストが似ている。それでいて黒胡椒とかも効いていて、おいしいまん。肉まんにチーズが入ってるまん。入ってるまん、食べてみて食べてみまん食べてみるまん。見るまん。マン博士ですね、本当にラマンねえ、ちょっとスーマンゼーマン早く食べてください。面白いこと言ってドヤ顔してないで早く食べてください。あれ、これ何でしたっけ。それチーズです。これチーズ肉まんか。おじいちゃん、それチーズです。食べて。いただきます。どうぞ。おー、でしょ。うん、なんかおやおやっていう美味しさじゃないですか。あ、なぜ今までチーズをいらなかったんでしょうね。むしろ多分ね、入れてたのはあったんでしょう。でも、うん、ここまで完成度が高くなかった気がする。美味しい。そうなんです。いいじゃないですか、ファミリーマートでかしましたね。ね、しかも普通の肉まんがだいたい237キロカロリー、はい、一食あたりこちら199キロカロリーですよ。あ、ちょっと お安くなってるね。お安いで、カロリーが低いの。カロリーがね、カロリーは高い低い、あの高い安いじゃないのよ高いはあるけど、その逆は低いだから。低いね、うん、美味しいです。サークル系サンクスのこの50年前の初めての肉まん、行ってみてください。こちらへも気になります。すごく興味ある。井村屋のですよ、しかもだって50年前は生きてないでしょ、もうスーさんは。ギリ生きてない堀井さんもう生きてますよね。私もギリかな。ギリ、もうじき産声上げる感じですかね。肉まんとともに食べてまん。あ、美味しいまんか。美味しいまん。美味しいまんか。激うまん。これちょっと食べまん。食べていいまん。食べてちょっとほん、あ、なんかさ、あのお肉がこう具がゴツゴツしてないですね。滑らかじゃないですか。意外な味って、ちょっと食べてみてください。ちょっといただきます。あれ、あ、餃子の中身を食べてるみたい。そう、あの、ね、思ったより中華なんですよ。うん、ね、私たちが今食べてるあんまん肉まんよりもよっぽど中華街寄りっていうか、うん、そうですね、中華街で食べる肉まんですね、うん、そうそうそう、美味しい。生姜が効いてる。いい、あれ入ってるよね多分入ってるあれっていいですね美味しいまんね。美味しいまん、美味しいまん。これは191キロカロリーまんよ。はい、他には何かまんで好きなまんはあるんですか。私ですね、今年一番注目しているのがミニッツトップのあんまん、はい、うん、こちらこしあんなんですけれども、こしあんの量がどう見ても多いんですよ。まだ食べてないんですけれども、先ほど私が言いました、私の中のマンオブザマン、はい、まんまんってことですね。そうですね中村屋の、あんまん、はい、こちらは美味しいんです。私こしあん派なんですね。うーん、美味しいんですけれども、ちょっとね、あんが少ないんですよ。あんまんとしてはあんが少ないんですけれども、うん、これがめちゃめちゃ量が多そうなんですよ。ミニストップの、ップで、ミニストップのあんまん、私も時々食べるんですけど、ちょっとコクと
なんて言うんだろう、ごまっぽくないですか。ごまっぽ、そうそうそう、ね、あれが美味しいと思いました。今回も書いてありました、ごまテイスト、ちょっとごまテイストなんですよ。 そこが ね、 ね、ごまん、いいまんね、うまん、もう ね、 言葉が通じない。スーマンは本当にあのね、スーマンって完全に 何かしらの嫌がらせだから、それ完全に。じゃあ満数で、じゃあ ホリーマン、ミカマンで。いや、ということで、何でもできるようになるな、中年になると。惜しかったよ。さあ、それでは今日取り調べした新メニュー確保するのかしないのか決まりましたか。はい、それではいきます。今夜はこの新メニューを確保。 Welcome to the top 5. Welcome to the top 5.さて、まもなく6時です。もうすぐトップ5始まります。今夜ご紹介していきます主なランキングはこちらとなっております。売れ筋ヨーグルトランキング。朝食、デザートまたは美容食として女性が大好きなヨーグルト、食品会社の株価を動かすと言われるくらい影響力が絶大のこちらジェンスーさん、そのコメントにどうぞ皆様ご期待ください。そして6時台にはハンドクリームランキングもお届けします。寒さも本格的になり手肌の荒れが気になる季節です。ジェーンさんの言葉できっとお肌も心も潤いに違いありません。そして7時台にはグッとくる男らしい仕草ランキングもご紹介いたします。これはまさに恋愛マルコポーロの異名を取るジェーンさんのためのランキングとなっております。ジェーンさんの心の東方見聞録には一体何が書かれているんでしょうか。7年8年前は合コンマルコポーロという異名もあったということで、そのあたりのこともお話しいただければと思います。皆様どうぞお楽しみに。ところでスーちゃん、気になるランキングありましたか。どうも、オラマルコポーロ合コン千本ノックっていうのをやって10本で倒れたよ、心が折れたよ。まあまあ素振りばっかりだな、本当にもう素振り部だもん私。え、素振り部だ。素振り部、素振り部ぶ豚なんて言ってないよ、素振り部、つぶりクラブ、クラブってことか。なんやかんや言うてもうね、本当になんか言葉の凱旋会みたいなガンガン回してきますよね、堀井さんね。今日も温かい放送をね、心がけてまいりましょうね。さあ、それではお待たせしました、この後6時からザ・トップ5スタートです。 Welcome to the top 5。11月19日火曜日午後6時になりました。こんばんは、お疲れ様です。 TBS アナウンサー堀井美香です。お寒いございます。暖かかった昨日から一転、冷え込みと乾燥が厳しい今日、皆さん風邪などひいていませんか。残業支援系ランキングトークバラエティザ・トップ5火曜日、これから8時までの2時間私たちと一緒に乗り切っていきましょう。それでは早速火曜日のパートナージェンスーさんが選ぶこちらのランキングからスタートです。忍び寄る恐怖、よそじの老け顔トップ5。第5位、驚愕、顎の下にもう一つ顎が。第4位、強烈、下まぶたがちりめん模様に。第3位、衝撃、首の付け根にシワのようなものが。第2位、痛感、ほうれい線でいらないところの彫りが深く。そしてJスーさんご提供の忍び寄る恐怖、よそじの老け顔トップ5第1位は、瞳骨、まぶたが下がってきていつも眠そうだ。改めましてこんばんは、 TBS アナウンサー堀井美香です。そして冒頭のランキングをご提供いただきましたのが火曜日のパートナー、作詞家でコラムニスト、生粋の日本人ベストセラー作家、そしていよいよ自身の活動もお父様にバレ始めたというジェンスーさんです。よろしくお願いします。父も母も日本人のジェンスーです。お父様にバレてきましたか。いや、ちょっとわかんないんですよ。この間の日曜日会った時に、はい、唐突に、はい、あなた自分が結婚してないからってそれを人にも勧めるんじゃないよって言われて、 おやおや、自分の娘がジェンスーだっていうのは認識されてるんですか。してないです。
あ、そう。ラジオもずっと黙ってますし、はい、この活動いろいろされてることもなんかね、音楽のバイトしてると思ってます。あ、詩を書いてることも知らないし、なんで分かり始めたんですかね。分かんないですよ。誰かに親戚が何人か気づいてるのは全員口止めしてるんですけど、まあ、その辺から漏れたのか。ただでもお父様がジェンスを知った時はもう日本中がきっとジェンスの存在を知る時っていうことですね。まあね、75歳なので、うん、バロメーターとしてはこれはあの、うん、私がどうのじゃなくてありますよね、うん、75歳の日本人男性が知ってることっていうのは多分ほとんど、ね、うん、そうですね。人がそこを目標にやっていきましょうね。まあ、一応どうやってこう、ね、あの認知っていうのが上がってくるのかというといいバロメーターに、ね、なると思いますのでね、未だに言わずでいきます、はい、そして、まあ、はい、寒いですけれどもね、今日は湿度も 25% ということで、いやいや寒いんでね、ぐっと乾燥が始まっておりますね、うん。でまあ、こちらはホクホクということでして、ジェンスーさんの単行本、私たちがプロポーズされないのには101の理由があってだな、もう売れに売れてストップされない状況ということでですね、そろそろ在宅などももうホクホクチャランチャランで始めている頃かなということなんですけれども、どうでしょうか。堀井さんの体が前後に揺れながら喋るときは大体もうね腹の中の黒さが口から出てこないようにこう一生懸命抑えながら喋ってる、こう前後前後にこう体をね動かして、そしてね、まあ、J-WAVE という、はい、まあ、おしゃれなシャレオツな番組にも出ましたよ。出させていただきました。そうですか。何をされたんですか。まあ、あのちょっとこう自分のね、あの本のことについたり、ついて一人語りをしたようなものがこう編集されたりみたいな、まあ、おしゃれな、はい、こういうやり取りポンポンポンってなくて、おしゃれな、そうですね、私の休日はみたいな、そういう感じのその後のアマゾン全然ランキング上がらずみたいなやっぱ TBS ですね。一人で喋ってもこう悲しいっていうのよく分かりましたやっぱ TBS ですな。ねえ、本当ありがとうございます。さあ、これそれではここで今日の1曲目をお聴きいただきましょう。違うでしょ、その前に私のランキングやってくださいよちょっとね、何がひどいって今日ね、やりたくないのは分かりますよ。よそじの老け顔トップ5だからさらっと飛ばしたいのは分かります。そうだな、真剣に向き合っていく、向き合っていきたいんですよ。そうでした、ね、これだって去年も一昨年も私できなかったんですよ。なぜなら、うん、こうなるのよっていうのを若い子に教えるっていう最悪のこっちの気分が落ち込むね、はいはい、実感ないですからね。そうそう、やつらはね、やがて来るのに知ったこっちゃないっていう感じですね。へーみたいになっちゃうじゃないですか今そう言ってるけどあんたたちっていう ね、そうですよね。だからこれはやっぱり、はい、あのよそじの方がパートナーの今だからこそやりたいんですけど、実は月に一度今、はい、あの出させていただいている玉結び、うんうん、先週水曜日に、うん、あの実力中年女のメンテナンス費ということで、はい、女の顔をこう維持するのに、体を維持するのにいくらぐらいかかるのかっていうのをやったんですけれども、はい、まあ、メンテナンス費っていうのがこれだけかかるんですよっていう話の前に、どこがどう変わるんだっていう話をですね、うん、最近ものすごい痛感してまして、はい、その時も言ったんですけど、うん、老いじゃなくて老けじゃないですか、はい、で老いは従おうと思うんですよ。でも老けは全力で阻止したいんです私。なるほどね、うん、でかつ若作りはしたくないんですよ、はい、別にそれちょっと痛い痛いし、ちょっと痛いってね、弱れちゃいますからね。ただなんか老け込んでる感じとかはやっぱりちょっとね、できるだけなんていうんですか、はつらつおばあちゃんじゃないけど若々しいおばあちゃん、それは老いには従ってるけど老けには負けてないじゃないですか、はい、そういう風になりたいなと思ってたら、この老けっていうのが、まあ霧みたいじゃないですか、はい、いつの間にかファーって包まれてるの。そうです ね、そして何もかも見えなくなってるんですね。完全ゴリ夢中ね、こういう状態を言うんですね。 そうなんです。そしてどこに手をつけたらいいかわからないうちにいろんなものに手をつけてしまうっていうことですね。そしていろんなもの、気がついたら兄弟の前がお店みたいになってる、ね、ありますね。いろんなもの買っちゃってね。そうですね、もう記憶がないですね、これいつ買ったっけっていう ね、なんでうちのところにあるのかしらっていう、あれ無意識のうちに買ってるんですかね私たちね。あれ同じもの何個も買ったりとかね、ありますよね。そうで、私が最近すごい怖いのが、はい、語彙がね、顎の下にもう一つ顎があっていうのね。あー、こスーさん30代までは、はい、まあ、普通にあの太ってるから二重顎みたいな感じがあったんですけど、そうじゃなくてなんか雫が垂れる瞬間みたいな顎っていうのが出てくるんですよ、顎の下に明らかにこうパーンって張って2個顎ラインがあるんじゃなくて、はい、雫が下に垂れる時にポタっていう時にこうふわって膨らむじゃないですか。そのふわみたいなのが顎の下にもう一個できてきてて、はい、この袋みたいなの何みたいな、ここになんかくるみとか入るのみたいな、
わかります。おばあちゃんのお乳みたいなのがもう一個出来上がるってことですよね。ここにね、乳絞れんじゃないかみたいのが出てくるってことですよね。でもね、絞る先がないからここにずっと溜まってる。でその次が、私が言いたいのがこの1位のまぶたが下がってきて、いつも眠そうだで、目下がってきません？下がってきます。こんな垂れ目じゃ、そう見えになるしね。なんかさ、二重の幅がさ、整形もしてないのにどんどん広くなってって、はいはいはい、ですごいことに気づいたんですよ。私最近写真を撮れる機会があったりするじゃないですか。で、顎を気にして顔を上げるんです。ちょっと首を伸ばして、顎のそのおばあちゃんのお乳みたいなのが出ないように首を上げると、必然的に目は目線は下になるじゃないですか。はい、ちょっと写った写真は眠たそうな顔になってるんですよ。まぶたが下がってるから。どっちが直せばどっちがもそう、ね、で今度目をパチッとしようと思って、はい、こう上目遣いに見るじゃないですか。その目は確実に開きますから。ちょっと今度下にお乳がついてるって伸びもうということで、だってものすごいスピードで上下してるから、こう早く撮ってみたいな瞬間移動して撮ってもらわないと。そうですね、なんかやってますよ堀井さん。あのですね、やっぱり私が最近発明したのは、前もあのスーさんにお伝えしたんですけど、はい、この額のシワですね。やっぱりおでこのシワね、おでこのシワ、うん、それから張りがね、やっぱ上に上に上げていきたいわけじゃないですか。行きたい行きたい。それは、うん、これはどこの美容の雑誌にも載ってない、私が開発したものなんですけど。おー、ちょっと教えてくださいよ。子供用の水泳キャップを用意してください。子供用のピチピチの水泳キャップをですね、ピチピチの水泳キャップ、はい、それを頭にグッとかぶって、うん、大人のあなたがグッと持ち上げると、はい、1日朝まで寝ると、取った瞬間ものすごい釣り上がってますね。待ってください、お子さんの水泳帽をかぶって寝てるんですか？かぶって寝るか、美容を取るか、夫を取るかなんですけど。あー、なるほどね。まあ、夫のいない時にかぶるっていうことですよね。そうですね、旦那さんびっくりしますよね子供の水泳帽かぶった嫁さんが隣で寝てたらでもね、これ結構効きますね。何時間ぐらい持ちますよ？1日、まあ、30分かな。30分1日仕込んで30分どこの匠の技。そうでも、そういう積み重ねでしょう、やっぱり。そういうことですよ ね、まあ、すよね。何かされてるんですか？私はなんかとりあえず肌は、うん、あんまり過剰にケアしない、うん、過剰にしちゃうともう絶対年取った時に自分で何もやらなくなっちゃうので、過保護なケアをしないっていうのと、最近はちょっとやっぱり器具に目がいってますね。あ、例えば何ですか？なんか温熱機械みたいなやつで、はい、ラジオ波っていうのがありまして、はい、それをやると体の不純老廃物が流れやすくなって、まあ、基本冷えてるんで体が年取ると、うんうん、で末端の方に、栄養がいかなくなるんですよ、冷えると、うん、毛細血管の方から。それを温めて流れを良くしていくみたいなのがあって、一回なんかお試し4000円みたいなのあるじゃないですか。本来1万5000円がみたいな、行ったらすんごい顔ちっちゃくなったんですよ。ちょっとびっくりするぐらいに、はい、で確実に5歳は上がったんですね、はい、あ、年齢が下がったんですね。でもさ、2回目からやっぱり2万3万するわけよ。最初だけ安いからね、払えないじゃないですか。そうですね、アマゾンでさ、同じ機械が15万で今売ってんだ、はい、これをね最近ね、ちょっとお金に余裕も出てきたしね、迷うよね。でもさ、やっぱりね、迷っちゃうね。これ7回8回目から元が取れるのかなとか思っちゃうと。でも、その器具買ってくださいよ。でも歯医者みたいに左手で金物のやつ持って、右側でなんかちっちゃいパラボラアンテナみたいな顔にくるくるやるんですよ。これ一人でやってんのちょっと心耐えられるかなとか、いろいろあるじゃないですか。いやいや、休日に一人でやってくださいよ。くるくる左手になんか金物持って、でももうあの手この手ですよ皆さん、やっぱり ね、 で、 ね、うん、でもまあ決して悪いことじゃないので。いや、もう頑張りましょうよ。もう、そうなん、私のね、やっぱり一番憧れてるのは美魔女ですから。ああ、そうですね、あの暴走族、美の暴走族たち、びっくり人間ですから。本当そうですよ。あそこまで行くと、堀さんとかあれ出ないんですか、ビストとか？出ません。もう私なんかね、匂いが土の匂いがするんです土の匂い、わかる、土に帰るんじゃないかなと思って。もうじき早いわ、準備いいわね、いいわ準備が。そういうことで第1位までやってきましたけれどもですね、はい、今日もいろいろとスーさん の、 コメント、美味しいコメントをいただきながら2時間やっていきたいなと思っております。それでは今日はここで1曲目です。テイトーワウィズ椎名林檎アップルでした。
さてこの番組ザ・トップ5は徹底的にトップ5にこだわる残業支援系ランキングトークバラエティです。今を切り取る様々なランキングを6時から8時までの2時間生放送で時に脱線しながらも紹介をしていきます。半年限定、春には別れる私たちアラフォークラッシュギャルズ、群れない、泣かない、気にしないのよそじ三内トークでお届けしていきます。先輩よろしくお願いします。いいよ、今日も可愛がってあげるよ。頑張ります。これからの6時台にお送りするランキングは今日のニューストップ5、ローソンでのヨーグルト売れ筋トップ5、ハンドクリームランキングトップ5、そして7時台のランキングは今日の iTunes ミュージックチャートトップ5、グッとくる男らしい仕草トップ5、発言小町の悩み相談トップ5、以上のラインナップとなっております。また番組ではメッセージを受け付けております。残業中誰かに励ましてほしい、子育て中で大変だ、旦那に食わせる飯がねえなどなど、あなたのぼやきをどうぞ聞かせてください。残業中の方はもちろん主婦の方、学生の方、どなたからでも大歓迎です。私たちから心を込めてお疲れ様ですの言葉をお送りさせていただきます。宛先はメールの方は小文字で TOP954@tbs.co.jpTOP954@tbs.co.jp、 そしてファクシミリの方は03-5562-9540、 03-5562-9540 までどうぞお待ちしております。さて一通ですね、メールをいただきました。はい、ご紹介しますね。ラジオネーム美和薬剤師さんです。はじめまして。火曜日のザ・トップ5は昨年からほぼ毎週聞かせていただいております。火曜日のこの時間、薬局の中で残業している週を除くと、私は薬剤師として在宅医療で患者さんのお家をあちらこちら回っているか、仕事が20時までに終わって帰宅するのかのどちらかで、ラジオを聞きながら車を運転している最中です。もちろん事故らないように安全運転 でそんな私に先週の火曜日の21時27分第一子娘が生まれました。おめでとうございます。嬉しいね。放送直後ですね。ねえ、たまたま仕事が早く終わったので、この時間は流行る心を抑えつつトップ5を聞きながら車で産婦人科に向かっていました。おお、嬉しい。予定日を11日過ぎてしまっていたので、出産当日の朝入院をして、薬を飲んで陣痛を促し、およそ9時間後に分娩室で産婦人科医から初めてなのに上手に生きむねと褒められながら無事生まれました。名前は妻と二人で考えて、以前から愛理と決めていました、うん、後になって偶然にも最近まで TBS に山田愛理アナウンサーという方がおられたのを知って親近感も湧きました。母子ともに今のところ健やかにしておりますが、お産という男性にとって未知なる痛みとの戦いにポーカーフェイスで挑んだ妻は本当に肝っ玉が座っていると思いました。毎日夜泣きで寝不足な妻と、一生懸命泣くという赤ちゃんの仕事を見事に果たしている娘に、お疲れ様ですとエールを送ってくださると嬉しいです。取り留めのない文章ですが、よろしくお願いしますということです。嬉しいです ね。なんか新しい命が毎年なんかしらありますよね。子供が生まれたとか、うん、こういうメールも嬉しいですね。嬉しいです本当に、ありがとうございます。子育て大変だけど頑張ってくださいね、これからね。そっか、お母さんどうなんですか、子供っていつまで泣くんですか。今もよく泣きますよ文句はつけるし、泣くし、泣き言言うし、泣かしてんでしょそれ、泣かしてでもね、お仕事にも精が出ます ね。はい、ね、よかった。じゃあ行きましょうか、はい、せーの、美和薬剤師さんおめでとうございます。よかった。さあそれではザ・トップ5火曜日、堀井美香とジェーン・スー、通称ホーリー&ジェーンコンビでお送りしていきます。トップ時刻は6時22分です。 TBS ラジオザ・トップ5、火曜日は作詞家にしてコラムニストジェーン・スーさんと TBS アナウンサー堀井美香でお送りしています。二人合わせて何ですって、ホーリー&ジェーンということで命名いただきましたので、頑張りましょうそのユニットで、はい、ホーリー・ジェーンで頑張りましょう
やっていきたいと思います、はい、さあ続いてはニュースの今がわかるランキング。この番組が始まる直前まで放送されていた TBS ラジオの老舗ニュース番組荒川京慶デイキャッチ、その中で放送されていた今日のニュースを関心度順に紹介するデイキャッチランキングの一部を池シャーシャーと再放送していきます。いずれ堀井さんがボディコン姿で扇子を持って京慶さんに訪問しに行きます。はい、京慶訪問、あ、いつになるんでしょうね。そうですね、京慶訪問喜んでくれるかな、ね、それでは紹介しましょう。本日11月19日のニューストップ10のうちトップ5のみを実際の放送の音声を借りてお送りします。5位から1位まで順にお聞きください。ザックジャパン、明日早朝ベルギーと国際親善試合。今シーズン一番の寒気、西日本の山間部などで1ヶ月早い積雪。福島第一原発4号機の燃料取り出し、茂木大臣は節目の一歩と評価。対象の線引き難しい、麻生財務大臣が軽減税率導入に難色。秘密保護法案、みんなと自公が正式合意へ、修正案了承。さてスーちゃん得意の世相切りをお願いいたします。それはやっちゃダメって私の本に書いてあるでしょ。さあ先輩こそ主婦目線で地の足についた、地の足じゃないよ、地に足のついた貴重なご意見よろしくお願いします。わかりました。それではまず第4位の寒いなっていうニュースからいきましょう。無難なの来ました。寒いなっていうニュース来ました。これやっぱりあれですか、もうさ秘密保護法案とかよりはやっぱり寒さ。軽減税率もね、うん、まあいければいけるっていう話なんですけども、うんうん、やめときましょうよ。やめときましょうね、はい、やめときましょうよ、はいはい、主婦はやっぱりほら寒いわね、奥様はね、ですから。寒さよりも乾燥ですよ。本当ごめんなさい。そうですね、いやいや別にあの乾燥の神様とかじゃないですよね。今ねちょっと早めに乾燥出荷しちゃいました、ごめんなさいみたいな、ちょっとねみたいな、作りすぎちゃったの乾燥みたいなことじゃないですよね。本当乾燥しちゃってね、うん、そうですね、こう湿った感じで放送しなきゃいけないですね。ウェットな感じでいかないとね。そうですね、よくないですよね。喉も声もねそう思いますけれども、はい、乾燥してますか。これね、あの今年はやっぱりあの秋が圧倒的に短かったじゃないですか、毎年そんなこと言ってる気がするんですけど、本当になんかね都内でもうちょっと紅葉らしきものが楽しめた記憶があるんです、うんうん、それがしかも10年前はねとかじゃなくて、うん、5,6 年前まではあった気がします、うんうん、住んでる場所が変わったっていうのもあるかもしれませんが、とか植えられてる木がいやでもそんなに変わんないよなとちょっといろいろ怪しくなる、自分の記憶が不確かなのか、はい、それとも天候が急激に変わっていってるのか、多分データを見たらそこまでは変わってないっていうのがオチだと思うんですけれども、はい、体感としての冬の突然さ、そうですね、もう本当だってテレビ映像ニュースとかでね雪降ってるとこどんどん出てきてますもんね。そうなんです、積雪っていう言葉を11月に聞くのは多分地方だったら雪の多い季節だった。秋田っていつからですか。秋田12月の、まあ、中ぐらいからですか。でも去年もやっぱり早かったですね、どんどん早くなってきてるみたいですし、なんでしょうね、うん、じゃあ乾燥ってやっぱりお肌にも大敵じゃないですか、さっきの話ですけど、はい、どうやって防いでるんですか。乾燥ですか、はい、あのね、まあ濡れたマスクをして寝るっていうのもそうなんですけど、うん、ちょっと昔やっていたお昼の健康の番組があるんですね、はい、日本テレビ系で、それで見たのはまあ、テレビの二次情報ラジオで流用する有名な番組ですけどね、はい、それで見たのはタオルを濡らして朝昼晩とこうぐるぐるね頭上でねこうカーボーイのように、え、湘南の風みたいに、そうタオルをこうね矢沢のように上でぐるぐるするんですって、うん、濡れたタオルを、うん、濡れたタオルに菌が全部ついていいっていうのを聞きまして、え、水が部屋で平中に飛んじゃうんじゃないの。ちょっと湿ったやつをね、絞ったやつをちゃんとこう、うん、だからお部屋の中にお洗濯干してる人なんかもいいんですって。あの中にやっぱり湿り気を作り出すし乾燥もしないし、うん、で菌もこういい具合にこう、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、さっきおっしゃってたのは、はい、ぐるぐる回したタオルに菌がつく、そうですね、あとこう乾燥を防ぐっていうことですよね。ぐるぐる回したタオルに菌がついちゃうんだったら、部屋干ししてるのそれ菌だらけじゃんで私はちょっとご一緒してた方にですね教えていただいてやるといいよって言われてやってましたね。でも本当効果てきめんでした。それは
本当ですか、うん、じゃあ皆さん、どうですか、湘南の風を聞きながら頭上で行ってみな、おーイエーイみたいな曲、わーっと一人でこの冬はね、乗り切ってみーみたいな感じの曲ちょっと今適当で申し訳ないんですけど乗り切っていただければと思いますが、何か方法はあるんですか、あのですね、皮膚の乾燥に関しては私プロフィールからもうめんどくさいから外しちゃったんですけど、あのスキンケア関係の仕事っていうのをまだ細々とやっておりまして、はいはい、そこからの朝ジェネでいきますと、さっきも言ったように毛細血管が血行が悪くなって先まで栄養が届かないと、うん、お肌がいろいろあるんですけど、うん、まあ、ピュッと省いて言いますと乾燥してよろしくないので、うん、手とか足とかやっぱ温めるってことですね、お湯とかで、あの末端の部分をね、そうです、あのいきなりお風呂に朝から浸かりましょうってのはなかなか主婦の方も難しいと思うので、ちょっとあったかい洗面器に、うん、あのお湯手をつけるとかね、はい、あとあの私がおすすめするのは前の晩洗うのがめんどくさかったフライパンとか、はい、あるじゃないですか、はい、あれをつけておくっていう手で置いといて、はい、朝それを洗うだけでだいぶ手はあったかくなって、一石二鳥で結構良くなりますから、ね、朝がねやっぱ先々まで冷たいですからね、いろんな体がね、誰よりも早く起きなきゃいけないお母さんと多いと思うんですよね、はい、そうですね、そういう時はまず手足を温める、うん、それで、元気を出して、あとはさっき言ったように、堀さんみたいになんと言ったら行ってみなって言って部屋の中で濡れた雑巾等を振り回してください。 Welcome to the top 時刻は午後6時31分になりました。 TBS ラジオザトップ5、続いては食卓の今がわかるこちらのランキングです。女性が大好きな乳製品といえばヨーグルト、味はもちろん便秘予防、お肌の調子を整えるためにも毎朝の食卓に欠かせないという人多そうですよね。ヨーグルトが婚活に良いと聞けばすぐ試してしまうのが私の佐賀です。いっぱい食べただろうね。それでは今一番売れているのはどんなヨーグルトなのか、5位から発表していきましょう。ローソン調べヨーグルト売上ランキングトップ5。第5位、朝食向けヨーグルトとして売り出し大ヒット、グリコ朝食プロバイオティクスヨーグルトビフィックス。第4位、赤いパッケージが目印、インフルエンザ予防にもおすすめです、明治ヨーグルト R1。 第3位、コンセプトは食べる化粧品、森永アロエヨーグルト脂肪ゼロ。第2位、定番ヨーグルトは砂糖控えめタイプが人気です、明治ブルガリアヨーグルト LB81。 そして第1位は機能性ヨーグルトの代表格、明治プロビオヨーグルト LG21。 以上、ローソン調べ10月23日から29日までのヨーグルト売上ランキングトップ5でした。さあ、ローソンの担当者の方はですね、はい、やっぱ不動の人気であるこのプレーンタイプのヨーグルトがランクインしているということですね、上位はね。で、フルーツ系で言うとこちらもベーシックな、まあもうね、これはアロエヨーグルト長いですよね、こちらがランクインしているということで、まあお客さん一人一人にお気に入りのマイヨーグルトがあるかもしれませんということなんですけど、一応コンビニでのランキングということで、今回はあの小さめのカップのものがランクインしてますね、はい、なんかやっぱり自分でこれは食べる種類って決めてたりします？ ありますね。ありますよね、うん、うちのね、うん、あの父親がですね、まだ娘がジェーンスーだと気づいてない父親がですね、LG21 をちょっと崇拝しておりまして、お父様がこれが冷蔵庫にないと、うん、ちょっとあの動機息切れめまいじゃないんですけど少し精神が不安定になるぐらい、はい、実家に一緒にいた時は大変でした。あ、そう、 LG がない、 LG がスー LG スーことですね、 LG スーですね。でもそうですね、同じヨーグルトを食べ続けるのがいいって聞いたことありますよ ね、 ね、うんうん、いろんなものを試すんじゃなくてということですね。で、本当に今機能性ヨーグルトといって、はい、まあ胃酸にね本来弱いとされるビフィズ菌とか乳酸菌、ね、うん、これを胃酸に強い菌を開発することによって生きたまま腸菌が腸に届いていくということらしいんですけども、うん、そういうタイプのがたくさん出てますよね。ほとんどそうですよね、うん、プロバイオティクスとかその R1
なんかね、あれみたいですね、お笑い の, あの審査みたいですけど、 R1 とか LG あ、LG21、うん、R1 だけでした、すみません、うん、LB81、 はい、その中で無脂肪っていうことで入っているのが3位のアロエヨーグルト、うん、アロエっていつぐらいからでしたっけ、当たり前にこうやって食用になったのね。え、なんかあの10年、もうちょっと前、やけどした時とかよくこう切ってつけたりとかして、おばあちゃんがしてくれたりとかしてましたけどね。それこそ化粧品っていうイメージですよね。あ、そうですね。食用っていうのは大学生の時って私たちありましたっけ、ね、19年前に発売ですって、これはアロエヨーグルト自体は。あ、ってことはやっぱり大学生ぐらいですね、ちょうどね。え、まさかアロエをこんなに食べるとは思いませんでしたけども、思ってなかったです、うん、でもやっぱりこれだけのランキングの中で、うん、唯一素材の中にプラスアルファで入ってるのがこれじゃないですか、はいはいはい、普通だと他にみかんとかいちごとかブルーベリーとかある、はい、でもこれが入ってることは多分素材を一番邪魔しないで歯ごたえだけが、ね、なるほどね、入るからなんでしょうね。そう、ちょっとこうナタデココ感もありますよね。ありますね。あのね、でやっぱり主婦としてはあのヨーグルトソムリエで有名な堀井さんが今から一つ一つをですねちょっと待ってよ、ソムリエのごとく人に任せるのやめていただけません、知的な表現で、描写してくださいますので。まあ、じゃあ私の3位の腸内環境を舐めるなよ舐めてませんよいただきます。うん、今アロエヨーグルト、あ、アロエがプチプチしてる。違う、それ違う中途半端、誰だかよくわかんない。じゃあ私5位のプロバ バイオティクス、はい、朝食、朝食ヨーグルト、どう、濡れた猫のような子ネズミのね、ほらちょっと、いやほら、あのソムリエの人って言うじゃん、そういうの作家でしょ、そういうの言うじゃん、もっと雨上がりの草のようななんとか芳醇なんとか言うじゃん、もうちょっとこう綺麗に言ってくださいよ。正確に言いますと小学校の給食で出てきた味です。すごい美味しい。どれどれ、朝食プロバイオティクス、これ多分ねゼラチン入ってるんですよね、多分だからこの固まり方が。でもね、私このゼラチン入ったタイプ好きです。あのグリコの健康ヨーグルトとかもそうじゃないですか。そうです、イエス、それこれ好き。小学校の時のね、このトロトロよりもちょっとプリンプリンのあの固まってる感がいいですね。ですよね。じゃあ4位どうぞ、うん、4位いきますか。 R1、 これやっぱあれですよね、あの口の中で乳酸菌をすべてこう、あ、味覚で判断できるっていう、はい、堀さんとしては、あ、これインフルエンザの時にあのなんか予防で売り切れたっていう。そうです、 R1 赤いねパッケージのものですよね。やっぱこれあの菌比べはしてほしいですよね、LG21 と R1 と。なるほど、今じゃあ私は R1 を感じればいいわけですね。そう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 、 体内で R1 を感じた様をですねラジオのリスナーの方にお届けしてください。見てください、上澄み液、上澄み液、うん、上澄み液っていうのかな、上澄み液こんな出るんでしたっけ。 ねこれいいんですよね、体にね。飲んでるよいきなりヨーグルトのカップを突然飲み始めました主婦は。じゃあちょっといただきましょうか、はい、R1 ね、 R1 感じてください。いただきます。あー、あ、R1 じゃあちょっとやっぱ LG21 の菌も乳酸菌もね感じてください。違いますよねこれ、やっぱもちろんね。あ、でも LG21 の方が甘いですね、ちょっと甘めにできてますねそれあのそれ菌の種類じゃなくて果糖のレベルの問題だと思うけどいやでも美味しいです。あの LG21 ははい2500種類以上の乳酸菌ライブラリーの中から明治が保有している、うん、たった一つ選び抜かれた特別な乳酸菌がこの LG21 ということなんですね。へー、これは何人だろう。アンティバイオティクスの対比語として、うん、ヨーロッパでも健康志向の食品に使われている新しい概念というのがプロバイオティクス、うん、つまり人や動物に投与した際健康に好影響を与える生きた微生物あるいは生きた微生物を含む食品だそうです。なるほど、なんか聞いてるとちょっとお腹がぐじゅぐじゅしてきますね、なんかちょっとしかも今あれですよ、 LG21R1 そして今 LB81 の頂上決戦が堀井さんの腸内で行われてるわけですから、ちょっとこはですね、そこにやっぱアロエも突っ込んでいって美味しいです。さすがですね、しかも、うん、あの普通にたくさん食べてますね。そうね、でもなんかあの外国の方たちもたくさんヨーグルトってほらね食べるじゃないですかね、はい、
どこの国が一番多いんですかね。スイスとかそういうところですかね。なんかブルガリアとかああいうところが多いような気もしますけど、これ多分また私たち情報操作されてるんでしょうね。そうですね、うん、ねヨーグルトが一番消費が多い国っていうのはどこになるのか、ね、美味しいですよね。でもね、いろいろあるんですって。これまでに発見された健康効果、何があると思います？便秘、便秘ね、そうそう、うん、あとは風邪予防、インフルエンザ予防、そうですね、はい、あとは分かんないです。忘れちゃいけないのが花粉症の予防、 あったじゃないですか、はい、それ以外にもコレステロール値の抑制とか、うん、内臓脂肪の減少、うん、睡眠障害の改善もあヨーグルトであるんですって。これが今まで開発された、発見された独自の乳酸菌の健康効果、うん、もう3食ヨーグルトでいいんじゃないのって食べたそばからくしゃみ出てきたんだけど、これ大丈夫私、ね、ちょっと何のせい LG どれ R1 何のせい。リエフータイニータイニーメロディーでした。さてザ・トップ5、この後は手放せない季節になってきましたハンドクリーム売れ筋ランキングです。Welcome to the top 時刻は6時44分になりました。 TBS ラジオ残業支援系ランキングトークバラエティザ・トップ5、続いてはスキンケアの今がわかるランキング。それではスーさんお願いします。はぁ、この季節手と心がカッサカサに乾いて嫌になっちゃう。誰かいい解消法教えてくれないかな。スーさんや、スーさんや、はっ、この声はまさかホーリーミカ。そなたの乾いた手にはハンドクリームを塗るがよいぞ。さすればすべすべのお肌となり、殿方たちもそなたの根を握って離さないであろうぞ。ありがとうございます、ホーリー。ところでホーリーは最近殿方に手を握られたのはいつですか？旦那さんですか？別の男ですか？誰ですか？さあ、この季節の必需品、気になるハンドクリームのランキングを見ていきましょうね。ミネドラッグ調べハンドクリーム売れ筋ランキングトップ5。第5位、ドイツの人気ブランドの新製品です。クナイプジャパンクナイプハンドクリームシリーズ。第4位、寝ている間の手肌ケアを考えた夜美容ハンドクリーム花王アトレックスビューティーチャージナイトスペリア。第3位、ドイツで生まれたのは100年前、青い缶に白いロゴが目印花王ニベアクリーム缶入り。第2位、ワセリンといえば本来このクリームのことなんです。ワセリンオリジナルピュアスキンジェリー。そして第1位は敏感な乾燥肌の人におすすめ、第一三共ロコベースリペアクリーム。以上、東京、千葉、神奈川に展開するドラッグストアミネドラッグ調べハンドクリーム売れ筋ランキングトップ5でした。いやー、残念なお知らせですが、私たち、やはりこういう女子供が好きなものが好きですね。そうですね、この年になっても心は揺れますね、やっぱりね。びっくりしました、はい、ヨーグルトの次にハンドクリームなだけでご機嫌ですよ私たち。そうですね、さあつけよう、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 楽しいな。一応ですね、担当者の方は、まあ、香り付き高保湿高持続性などですね、うんうん、機能が特化した高機能性の商品にお客様の反応が高いということで、まあそりゃそうですよね、はい、それそうですね。でこの3位のニベアクリームも、これは昔からありますけれども、これ某美容雑誌カッコ美ストーリーのようなんですが、はい、高級美容クリームと同一成分が配合されていると紹介されたことによって、お客様の反応が高まってきたと、まあ、復活しているニベアクリームということでしょうかね。これどうやら高いお金出して買ってるらしいじゃないですか、堀井さん。何ですか、この超高級クリーム。はい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 、ニベアクリームに若干似てるっていうのも薄々感じておりましたがね、え、はい、これビストでもですね、よく話題になってましたけれども、はい、某 NASA で開発されたとされている、はい、お肌のシワから何から全部解決するっていうですね、クリームが、ヨーロッパっていうか違いますよ、
ううですね。そうそう。ううっていうのがあるんですけれども、はい、こちらはですね、ね、はい、高いんですよね。一缶っていうか、そうですね、分かりやすく言うと3何、これで何グラムだろうな。あのね、いちごジャムとかの市販してるジャムぐらいで、まあ1万5000円ぐらいいきますね。そうですね。これがですね、なんとニベアの青缶と、はい、成分がほぼ一緒というのが分かりまして、いいですか、皆さん聞いてください。これを聞いたら普通起こるのが暴動だと思うんです。1万5000円もするクリームが返せよっていうことですね。ニベアの青缶、手頃に手に入るものと大して成分が変わらない、ふざけるな、はい、違うんですね、女性心理っていうのは。本当に皆さん、あの、目を覚ましてくださいとしか言いようがございませんけれども、え、あの高級クリームと成分が大して変わらないなら、ニベアすごいって言って、ニベアがバカ売れしたんですけどね。ま、そういう私もニベアも買っちゃいました。だって両方手に塗って匂いが一緒って言ってたんでしょ。そうなんです。あれ、これニベアに似てんなちょっと匂いがと思ったら、なんかそういう噂を聞いたんですよね。成分が一緒だっていう ね毎年いろんな、あの、新しい、あの、ハンドクリーム出てきますけど、はい、決まってるものってあります？あ、そうですね、私はちょっと1個、あの、やっぱりお気に入りのがあるんですが、はい、でも、ね、あの、市販のこういうコンビニとかスーパーで買えるものも使いますよね。私びっくりしたことがあるんです。実はこのランキング、うん、去年も私がやっていた曜日で、うん、ハンドクリームランキングをやったんですけど、うん、その時に確か1位ではなかったんですけれども、この今回1位のロコベースリペアクリーム、はい、これをこれ見て、あとの他のも全部見て、成分表を見てですね、このしっとりハードクリームのロコベースリペアクリームだけはセラミドの酸とかが入っているので、うん、これ、あの、また説明すると長くなるので、キュッといくと肌にいい成分、うん、セラミド酸とかが入っていて、比較的理にかなったものが入っているので、うん、これはいいんじゃねみたいな話をした記憶があるんですよ。その時はランキング外だったのね。ランキングには入っていたかな、でも、まあ、下の方1位ではなかったと思うんですけど、それが今や今年1位っていうので、なんか、あ、なんか売れてる、これ去年なんか褒めたやつ売れてる、なんかなんとなく推し面が1位になったみたいな感じで、うん、あ、なんかちょっと嬉しいですよね。ね、うん、あの、推薦してたものがぐいぐい来てるってことですからね、はい、あ、でも私これ初めて見たんですよ、ロコベースリペアクリーム。最近よく見ますよ。だって国民ドラッグや杉薬局、この辺のメジャーな薬局からもトップ5のデータっていうのをですね、はい、いただいたんですけれども、ロコベースリペアクリーム、今、持ってる、堀井さんが持ってるやつは国民ドラッグでも1位ですって。これ何、ナイト、あ、そっかそっか、これはですね、リペアクリームか。あの、これ、あの、説明するのがめんどくさいので、ここのね、あの、箱を読んでください。はい、皮膚のバリア機能っていうのをアップさせる角質と角質をくっつけるですね、うん、セラミドという成分があるんですけど、うん、ここがくっついてないと水分がどんどんどんなに水分入れても外に出ていっちゃうんですよ。はい、で、このセラミドっていうのは大体こう肌にもともとある成分なんですけれども、それを、お肌に追加する、ちょっと硬いんですよね、このクリーム。あ、ほんと。そう。でもちょっとさっきヨーグルト食べたからヨーグルトっぽいんですけど。いや、食べちゃダメだよ、食べちゃ。あ、ホリーさん食べちゃダメ、ダメ。吸っちゃダメ。吸いたくなるね。入って、口から白いものは全部ね。ね、ほんとにね。ね。そして、いろんなのも出てきてますけれども。はい、私、このナイトリペアが気になります。ナイトリペアってほら、夜手袋とかして、ちょっとつけてからね。するといいって言うじゃないですか。堀井さんは本当困った人だな。どうしてですか。もう朝カレーと一緒だよ、これ。どうして。ナイトリペアって言ってるけど、別にナイトっていうことによって新しくもう一個買わせたいんだよ、メーカーは。朝用とね、夜用とね。そう、朝用夜用美容液みたいなの買っちゃうタイプでしょ。はい、ちょっと濃度が濃いとかそれぐらいだよ多分。あと、リックさん違ったらごめんなさい。もう朝カレーって朝カレー食べて、昼カレーって昼カレー食べて、でもこの年になるとやっぱりどこを直しても手に年齢が出てきますから。そうなんです、ね、手は大切ですよ。つぶつぶしてますよ、中身が。本当結構ね、あの、中身はびっくりする感じです、このナイトリペアは。あ、すっごい、今かなり濃厚です。見えない手袋が今何重にも塗られることでですね、うわうわ、これかなり濃厚だわ。これナイトリペアの理由が分かりました。昼は使えない、手がベタベタしちゃって、ね、でも本当ここにこう手袋をはめて、うん、一晩寝て、はい、そして保湿して、で朝もちろん取るときはね、うん、手袋を取るときは必ずスチュワーデス物語の片平渚のように口で
て取るっていうことですよね。こんなにしたのは誰みたいな感じで、広し覚えておいてっていうことですよね。やっぱりね、まあやっぱりね、あの私たちドジで呪わな亀としてはですね、そうそうそう、やりたいですね、やりたいところですけれども、あ、いいな。もう一個気になってるのがですね、はい、ちょっと順番逆になりますが、クナイプ、クナイプハンドクリーム5位です。ちっちゃい可愛らしい。女性以外は 何のことやらと思いますが、クナイプというのはですね、お風呂に入れる、うん、ドイツのですね、うん、バスソルト、はい、かなりなんて言ったらいいんですかね、歴史のあるブランドですね、はい、これの多分コラボ商品だと思うんですけれども、コラボされちゃうと弱いよ ね、 ねパッケージがまた可愛らしい ね、 ね、 これはね、しかもちっちゃいから買えちゃうよね、はい、20ml で315円、はい、ちょっと 2種類ぐらい欲しくなっちゃうよね。いろいろ使い分けていきたいですよ ね、 ね、やっぱりいくつになってもこういうキラキラしたものが好きなんですよ、ね、私たちは。いやでも、なんだろうな、保湿クリームって乾燥した上に塗っちゃダメって言いません、はい、ちょっとあの何だろう、湿らせてから、湿らせてから塗らなきゃいけないんですね、うん、あと水洗いの後すぐ塗ったりとかしないと、そうそうそう、カサカサしてるものにの上に油を塗っても中のカサカサがキープされるだけですから、だからなんかこう干し椎茸に塗ってもそうです、あのしっとりしないのと一緒で、そうそうそう、一回水に戻した状態で塗るっていうことですよね。おっしゃる通りです、ね、だから一番大事なのは水分補給なんですよ、うん、皆さん、うんうん、忘れないでくださいね、それだけは。はい、Welcome, welcome, welcome. Welcome to the top five.Welcome to the top five. Welcome to the top five. TBS ラジオザトップ5、この時間は皆様からのメッセージ紹介していきます。まずはラジオネームシノピーノさんです。初めて投稿します。あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日は僕の40回目の誕生日です。今年は直接お弁当おめでとうを言ってもらえる女性は母親以外にいないんです。さらば30代の記念に堀井さんとスーさんにおめでとうを言ってもらえたら元気を出して40代を出発できるような気がします。よろしくお願いします、ということで。いやいや、何をおっしゃってるんですか。これからですよ。そうですよ、男の人生、男の40代なんてまだまだですよね。モテモテですよ。そうですよ、50、60、70と喜んで、ね、やっちゃってください。もうさあ、じゃあ行きましょうか、はい、記念すべき門出ですから ね、 40のね、行きましょう、せーの、シノッピーのさん40歳のお誕生日おめでとうということで、さあ続いてマサルンバさんです。どう見ても30代前半の堀井さん、スープロさん、こんばん。30代前半というのは微妙ですね。もっといかないもんですかね。いかないよ、何言ってんの。今年から、あ、そう、おねだりしすぎ。今年から独立した嫁さんが毎日ヘロヘロになって帰ってきます。忙しいのは良いことですが、ちょっと心配です。スープロからお疲れ様、あんま頑張んなよと言ってやってください、お願いします。私には堀井さんからお疲れと一言お願いします。毎週楽しみです。お体気をつけて頑張ってくださいね。え、本当にね、女は励まし、男は励まさないジェンスです。じゃあまずスーさんからいきましょうか。マサルンバさんの奥様、本当お疲れ様です。あんまり頑張りすぎないで。そして旦那様、お疲れ様ね。え、いかがですか。ねえ、さあもう一つあります。匿名希望さんです。はい、土曜日出産以来初の夜遊び許可を得て、うん、吉祥寺で友人と飲みました。子供2人を立て続けに産んで5年ぐらい自由がなかったもので、立ち飲み屋でイケメン2人にナンパされ、ついつい飲みすぎ終電を逃しました。人妻の身分を隠していたもので、タクシー前での別れ際にハグ&熱烈なキスをされました。久々のナンパに浮かれた私にカツをお願いしますとのことなんですけども、カツだよカツ。もうね、あの、待って待って、一緒に言おうよ、一緒に言おうよ。すっ、鼻の思いが羨ましい。鼻の横にシワが寄ってきましょう。せーの、カツ。ということでですね、この後もトップ5お楽しみください。8時までです。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオ残業支援系ランキングトークバラエティザトップ5、生放送でお送りしているのは TBS アナウンサー堀井美香と作詞家コラムニスト日本人のジェンスーです。さあ、ここから8時までの残り1時間も様々なランキングのトップ5だけにこだわってお送りしていきます。これからのラインナップは本日の iTunes ミュージックチャートトップ5、グッとくる男らしい仕草トップ5、発言小町のお悩みランキングトップ5です。そして番組ではまだまだメッセージ募集しております。メールの方は小文字で top954@tbs.co.jp、 ファクシミの方は0355629540までよろしくお願いします。さあ、それでは7時台最初のランキングです。毎週火曜日は音楽の今がわかる、こちらを定点観測していきます。 iTunes ミュージックストア本日のソングランキングトップ5。第5位、今週初登場、リップスライム、スライ。第4位、先週第3位からワンランクダウン、テイラー・スウィフト、 We are never ever getting back together。 運命の物語、僕の心に刻み込まれた太陽の女神はそっと背中照らしてくれる。第3位、先週第1位から2ランクダウン、イエイリレオ、太陽の女神。第2位、今週初登場、ワンダイレクション、ダイアナ。そして第1位は、今週初登場、アブレイ・ラビーン、ロックンロール。以上、 iTunes ミュージックストア本日11月19日正午時点のソングランキングトップ5でした。堀さん、さすがに5曲中3曲が海外のアーティストだと、アブレイ・ラビーンとかWe never give it to you back again とか、なかなかこう通常日本語しか喋りませんので、どうもこういう英字は苦手ですな。ねえ、なんかあのランキングの方に5曲中3曲が洋楽というのも、はい、久しぶりというか珍しいですけれども、ね、私ね、でも分かりました。もう月曜日にテラスハウスが放送される限り、これからしばらくは We're never ever getting back together は入ってきます。あ、もう定着ですか、火曜日は。なんかね、あのテラスハウス、私は見てないんですけれども、はい、前の人がテラスハウステラスハウスって、なんか展開が今えぐくて面白いんですって。おーってなったらランキングに入るようになってきた気がするんですよね。ちょっと盛り上がりつつあるところということなんですね。ってことはやっぱテレビで盛り上がると、うん、その曲を翌日聴きたくなるんですよ。はいはいはい、でなんとなく自分も別れた男もいないのに、はい、絶対に絶対によりを戻したくないみたいなことをね、思ったりとか、ちょっとテラスハウスを頭でイメージしたりとかするんで、まあ、タイアップっていうのは未だに場合によっては聞くよっていうのはよくわかる例だなと思うんですけれども、この中で私はですね、5位のリップスライムのスライ、はい、最高ですよ、ね、久々に新譜で、あ、今すぐ欲しいと思って iTunes 行ったらまだ予約中で、ラジオで聴いた曲を今すぐ欲しいと思って、あー、まだ発売されてないなんて、なんていうのは本当高校生以来じゃないですかね。これ主題歌ですもんね、リーガルハンね。そうです、そうです。で、あの、私テレビを見ないんで、あの、はい、どうしてもラジオベースになっちゃうんですけれども、今年、去年、まあ、あの音楽シーンで非常にメジャーになってきておりますディスコブギー、
こういう感じです。ディスコっぽい感じで、こういうのがあのリバイバルで、ダフトパンクとか分かりますか。いや、あのフルヘルメット、フルフェイスのヘルメットかぶったみたいな人がいるんですよ、はい、フルフェイス のヘルメットをかぶった人たちが音楽を奏でるっていうね、はい、グループがいるんですけれども、とかも今やってまして、まあ、多分そこのですね、あ、今ちょっとダフトパンクの絵が出てきました。 ありがとうございます。あ、本当だ、ね、なんかシルバーのネットですね。そうです、そうです、あの夏のロボコップみたいな夏の日よけおばさんみたいでしょ。はいはいはい、これ日本人の方。いや違います、違います、韓国の、はい、はい、それでこのダフトパンクがですね、あのとかとかいろいろですね、あの今注目になってるんですよ。このディスコとかブギーな感じって、はい、それをいち早く取り入れて日本のアーティストの中でも、でいつもはなる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 って低い声のスーさん、うん、他人とは思えない私の。でスーさん何人いるんですか、リップスライムは。スー、うん、止まっちゃった。スー、エルマリ、あとリョウジ君、はい、ペス、ペスでフミヤ君で5人で、フミヤ君は DJ、 エビちゃんの旦那さんがイルマリさんで、うん、大塚愛ちゃんの旦那さんがスーさん、 スーさんで、 それであとちょっとこう太ってる、あの体格のよく喋る人、はい、目覚ましテレビとかで喋ってる人がリョウジさんね、はい、あと、まあ、ちょっとちっちゃいのがペス君、ちっちゃい人がペス君で、はい、あと DJ は今日5人ですね。でスーさんといえば非常に低い声で、うん、あのそれこそマンドコロさんみたいな声をしてるんですけれども、はいはい、普段は今回はですねファルセット裏声で、あ、これは誰ですか、これは誰の声でしょうね。でもあのフミバーババーババーって言ってるところがスーさんですね。あ、一番初めのあたり、これペス君の声かな、それがいいのっていうのが、これがペス君、はい、あ、だから5人でこう4人で振り分けて歌ってるんですか、ね、そうです、そうです、とか一緒に歌ったりとかして、あ、なるほど、ね、まああの20年ぐらい前一緒に私スタジオ入ったことあるんですけどね、はいはいはい、学生時代に、何の、いやいや学生時代に作ってまあ、先輩に声がいるからって言われて歌を歌わされたりしたこともあったんですよ、はい、その時ペス君とかリョウジ君とかで一緒にやってたんですけど、まあ、今ではね、うんうん、向こうはもうリーガルハイな感じでございます。アデスーさんがいつもは低い声なのに、そうです、今回はファルセット高めを出してるっていうことなんですか。そう、ちょっとダフトパンク聞いてみてください。そうするとこういう声で歌ってる、うん、あの人が一人聞こえてくるので、うんうん、あ、これのイメージなんだなっていうのが分かると思います。広い、流行ってるんですね。流行ってます。ファルセットお願いします。じゃあ次の、最近好きな曲についてファルセットで語ってください。ちょっと待ってください。そんな巧妙な職人技できるわけじゃないじゃないですか。喋りだってたどたどしいのに。ちょっと。じゃあ、アブリル・ラビーンは来日中ですから、アブリル・ラビーンはどうですか？アブリル・ラビーンは ×1-2 ですね。ああ、そういう。あと、アブリル・ラビーンはカナダ人。あ、はいはいはい、アブリル・ラビーンは旦那もカナダ人。あとニッケルバック、あ、ニッケルバックって人もロッカーですか。そうです、ニッケルバックっていうグループのボーカルと、結婚してるんです。再婚しました。あとなんでアブリル・ラビーンはあの目の周り黒くしちゃうんですかね。いつもなんか目のクマだね。まだ悪ぶりたいんだよ。アブリル・ラビーンの学生時代の、あれ撮った方が可愛いのにっていつも思ってて、学生時代の写真っていうのがネットに上がってるんですけど、まあびっくりするほど貧困法制なお嬢さんみたいな写真なんですよ、うんうん、それがですね、やっぱデビューすることになってどん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 やっぱりこういうふうにね、アーティスティックになってくる。なるほど、ロッカーになっていくんですね。そうですね、まあなんやかんや言っても、うん、バツイチ丸いですから、うん、堀井さんよりも結婚してるんですよ。すごいですよ、ね、すごいです。目の周りぐらい黒くさせてやれて、ま、29とか30いってないんでしょ。そうそうそう、いってないですね。27じゃないかな、ね、なんかね、来日中でM ステに出て Perfume とか SKE とかと撮影した写真というのがツイッターに上がってるみたいなんで、まだ見てない人はぜひアブリル・ラビーンのツイッターアカウントチェケラでございます、うん、以上 iTunes ミュージックストア本日11月19日のソングランキングトップ5でした。Welcome to the top 5。宇宙コンビニコンパスでした。さあ今メールもツイッターもじゃんじゃんいただいておりますよ。ありがとうございます。江東区もつどら焼きさん、はい、堀井アナ、スーさん、こんばんは。こんばんは。熟女好きとして目が垂れているのはセクシーでいいです。あ、気になさらずにどんどん垂らしていきましょう。わかりました、いろんなとこ垂らしていきます。またこういうこと言え。さあそしてツイッターの MO10FU3 さんから、はい、
堀井さんなら土の匂いがしても許せるはず。あ、そっか。そして猫ママさん、線香の匂いもするよ。堀井さんの土の匂いなら嗅いでみたい。あ、グランドの匂いもするよ。そう、これね、言ってみんなね、あの作りだと思ってるでしょ。堀井さん今ね、コメントしながら背中ボリ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 嗅いでますからね。背中に手突っ込んで、これが女子アナの現実ですよ。美魔女コンテスト出られないかな。何言ってんだよ。Welcome to the top 5, top 5, TBS Radio 954。 時刻は7時13分になりました。 TBS アナウンサー堀井美香と作詞家コラムニストのジェーン・スーさんでお送りしている The Top 5。 続いては男の今がわかるこちらのランキングです。スーさんどうぞ。ああ、最近私男の人にときめいてないな。どこかにグッとくる男との出会いないかな。スーやスーや、ああ、この声さっきも出てきたけど、またしてもホーリーミカや。グッとくる男性は天から降りてくるわけではありません。グッとくるポイントは相手の中に見つけるのではなく、自分の心の中に眠っているのです。そういうホーリーは最近男の人にグッときてますか？旦那ですか？それとも別の男なんですか？さっきりさせてください。さあ、順位が気になりますね。人気女性誌で発表されたこちらの情報を紹介していきましょう。雑誌アンアン発表、グッとくる男らしい仕草トップ5。第5位、急ブレーキを踏んだ時とっさに手を出して守ってくれる。第4位、手をつないだまま自分のポケットに押し込む。第3位、両手をクロスさせてトップスを脱ぐ瞬間。第2位、腰を抱いて歩道の内側に寄せてくれる。そして第1位は、頭を自分の胸元にギュッと抱き寄せる。以上、雑誌アンアン発表、グッとくる男らしい仕草トップ5でした。はい、出てきた出てきた。さあね、これなんかアンアンさんがどうやら写真付きでこのランキングを発表したらしく、こちらにそれがあるらしいんですよ。ちょっとグッとさせていただきましょうよ。わあ、グッとくる。これ急ブレーキを踏んだ時とっさに手を出して守ってくれる。お前よりもシートベルトの方が役に立つわ。おっとね、急ブレーキを踏むような運転技術の男は、いやいや、サイドミラーちゃんと見ろ、ほんまや、ですよね、ずっとバックしてろっていうことですね。ピッピピッピッピピってね。女のやっぱりね、私たちもう40ですから、はい、こういう仕草にはもう騙されないんですよね。騙されないですね。何度も見てきましたし、うんうん、あの何度も考えてきましたけど、やっぱダメですね、こういうのね。これとで、ね、なんかそのなんて信頼関係とかに相関関係はないんですよね、はい、そのそれぞれ信頼度とかそういうのに別に、あ、でもね、あの一緒にあのママ友と乗ってたりして、うん、ママ友がキュッてこうやってやっぱ手を出して、うん、急ブレーキの時押さえてくれたりすると、うん、なんかそれはね、あ、すごく嬉しいなとこっち思って運転してくれる。女の方が信用できるってことでしょ、それ。第4位、手をつないだまま自分のポケットに手を押し込む。これ最後にやられたのいつですか？ない。またまたそんな大事なとこ。高校生とかの時ですかね。今の旦那とやってないんですか？いや、どうでしょう、やったかな。でもなんかこれ手の角度に、入れる角度によっては手つっちゃいますもんね。そう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 、ポケットの高さ以下ではね、手の小村返りみたいになっちゃうんですよね。そうそうそう。でもやっぱりこう入れてもらったから出せないっていう辛さもあって、ずっと入れておくわけじゃないですか。え、なんで？え、手がきついよって出すんですか？何も言わないで出せばいいじゃん。なんでなんで、そんなことに許諾いらんだろ。私はずっと入れとく派、入れてもらったからっていうことでね。つながれた手をずっとポケットに痛くても入れて、こんなは結婚できるっていうことですよ、これ。そうです ね、まあ、彼との距離感がぐっと縮まるっていうところでしょうかね、はい。そして第3位ですけれども、両手をクロスさせてトップスを脱ぐ瞬間ということで、今あのもろにですね、はい、裸の男性が脱いでる瞬間が、写真があるんですけれども、はいね、とにかく、背中の筋肉が大好きということで、体を鍛えようと思うこと自体が男らしいという、こういうところに惹かれるらしいですね。なるほどね。どうですか、この脱ぎ方は。
いや手が上がるってことはまだ四十肩になってないんだなっていう、ね、そういう見方ですよね、うん、やっぱり ね、 あのね体はもちろん鍛えた方がね、あの、はい、鍛えた体が魅力的なのは間違いないです。でも、やっぱりジムで鍛えたものじゃなくて、はい、例えば格闘技をやるからっていうことで鍛えた体だったりとか、作業員として肉体労働をやってるからって鍛えられた体のエロさには勝てない。叶わない。本当そうよね。漁師の背中には叶わない、ね、分かるわ。人工的なジムで作った体はすぐ見抜きますよね。本当そう。テカテカしてるもん。なんか分かる、うん、分かります。切れるよ切れるよみたいな感じ、ね、均等だもんね。そうそうそう、筋肉のつあれダメね。使うところだけ太い方がいい。第2位です、はい、腰を抱いて歩道の内側に寄せてくれた時。なんだよこれ、ね、なんだこれ、うん、なんだこれ。いいですか、あの理由ね。24歳美容師、大切にされている感じが伝わってくる。28歳編集、これを計算ではなく自然にできる男は優しい証拠、当たり前だろっつ、はい、定番とはいえ、でもこのさりげない心配りに女子はやっぱり弱いということで。こんなのさ、でもさ、まあでもね、でもそういう、そうは言うてもですよ、はいはい、やっぱこういうの自然にできる人っているじゃないですか。ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。無意識にやっちゃう人、うん、ドアを開けて前に通す、うん、エレベーター降りるときにちょっとエレベーターのところを塞いで出しやすくしてあげる、うん、まあ、こういう守る系のものはすごく自然にやられるとやっぱこっちも気持ちがいいですよね。そうですね、うん、スムーズにやっていただけるとね。ただそれはやっぱ自然にスムーズにっていうのが必ず必須ですね。グッとくる男らしい仕草って言われるとちょっと違和感ありますよね。なんか、あ、そうですか、ね、優しくしてもらって嬉しいとかならそれでこうドキッとグッとくるっていうことじゃないですか、うん、ね、ね、自然に。うわー、うわー、1位来ちゃった。もう私たちはもう耐えられないね、うん、これはね、もう J ウォーク流れてきた頭の中に。セキュララすぎるね。これは第1位、頭を自分の胸元にギュッと抱き寄せる。これどうでしょうか。まあね、私167センチあるんで、これをやっていただくとなるとですね、大体190ぐらいないとまず無理だっていうのがありまして、ええ、頭撫でられたりするのもあんまり得意じゃないんですよね。ポンポンはどうですか。よくほらポンポンも好きっていうじゃないですか、頭トントンっていう。いやー、堀さんどうですか。いや、いやちょっとだから私自然だったらいいんですよ、うん、ポンポンもね、うん、何でもね、なんか俺は分かってんだよみたいな感じで、うん、保護下に置いてるぜみたいな感じのマーキングとしてポンポンってやられると、うん、パーンって寝て終わるぐらい。若干将来 DV の危険を感じますね。それ考えすぎ、それ考えすぎ。遠くを見せて、遠くを見せて、ポンポンがだんだんバンバンになってどんどんになってってことだ。ちょっと見据えるわ、えって思いますね。まあでも正面から抱きしめられるよりも、はい、ギュッと胸元にやられた強引な感じがいい、うんうん、ということでしょうかね。グッとくる男らしい仕草ありますか。私はやはり前にも申し上げました、はい、スーさんに男性がアイスを食べてるところがもう、ま、もういいよ、ガチンコ。あのそう言いますけどね、それで、ね、私のねアイスメンバーで2人いるんですよ、ま、アイスメンバーって何ですか。オバマと麻生なんです。何言ってんの。オバマと麻生太郎の首相ベースじゃん、皆さん、うん、皆さんこれねアイス麻生をで検索してみてください。麻生太郎が、あ、今もう副総理ですけど麻生先生がですね、うん、アイスを食べてる画像がいっぱい出てくるんです、うん、もうかっこいいです。あの堀井さんは、まあ、あの分かりやすいですよね。権力を持ってたりとかそういう強い男の見せる少年の顔みたいなのに一コロですよね。そうなんですよ。オバマがアイスとかね、ぜひ、うん、今ねコンビニの前で麻生さんが仁王立ちしてポッケに手を入れて片手でアイスを食べてる写真が載ってるんですけど、これ悪ですよ完全に。店の前でごねてる悪ですよこれ。でちょっとここ邪魔なんですけどって周りに言われてる人みたいです。意外に足が長い、そして麻生太郎が、まあね、そこそこ。あとオバマさんもやっぱりアイス好きでね、うん、よく召し上がるんですけど、グッときますね。やっぱギャップ萌えみたいなことですか。そうですね。どうですか、スーさんはどうですか。私は電球変えるとかあるんですね。あ、私の代わりに高いところの大体167あるから大体のものは届くんですけど、はいはい、それでも届かないようなところにのものをひょいひょいと変えてもらうと嬉しいですね。あとやっぱり高いものの処理ってことですね。そう、高い。あとあの私でもちょっと重いみたいなもの、あ、持ってくれる、そうそうそう、一声かけて持つよみたいな。そう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 、瓶開けるとかそういうことですか。まあ、っていうかね、私は自分が
あの普通の女の人に力があったりとか、うん、言葉がこう強かったりとか頭の回転が速かったりとかあのいうところが多少ならずもあるので少なからずあるのでだからこそ圧倒的な力にこう組み捨てられたりするの時っていうのがやっぱりグッときちゃうんですよね。じゃあ握力とかこうちゃんと鍛えてる男性の方がいいですね。そうですね、相撲取りとかやっぱそういうのがいいですね。突っ張りで勝てないみたいなそういううわーこの人には突っ張れないっていうのが鉄砲鉄砲弟子入りしたいですね。私もうね Welcome to the top 5 Welcome to the top 5. アラフォーコンビホーリースーがお送りしているザ・トップ5火曜日最後のランキングに行く前にここでちょっと一休みです。ここから数分間は誰もが普通に知っているはずの常識的ランキングをみんなで確認しうなずき合うその名も常識的トップ5をお送りいたします。今夜お送りする常識はこちら、都道府県別平均寿命ランキング女性編トップ5です。うわこれ難しいでしょう。1件しかわかんない。これまではね人口の多い都道府県人口の多い国トップ5面積の小さい国日本人が多い大学トップ5お米の収穫量なんかもやりましたよね。そうですね、まあ、スーさんはね何千年も生きてるからねその寿命に関してはね得意なんじゃないですか。 100万回生きたスーって、ね、感じでございますけれどもまあ沖縄でしょ1位は。そうそう沖縄ですね、うん、あとはどこだろうな。長野とかは違うのかな。長野なぜ長野まあなんとなく沖縄が例えば、はい長寿だって言われてるのは、うん、気候とか、うん、食べ物とかなんですよね確か。そうですよね。ってことは沖縄に近いところっていうのをちょっと調べてみた方がいい。していきますか。鹿児島ですか。私もそう思った。奄美的なね。はいでしょ奄美的なね、うん、奄美大島的な何でしょそうですね、うん、まああの都会はないですね。ないですね。ええーですから大自然があるところって北海道はどうでしょう。寒いかな。寒いかな。秋田ってどうなんですか。秋田ちょっとよく微妙な順番じゃないですか。そしたら良くもなく悪くもなくしょっぱいものがあるんで割と早めに亡くなることも多いんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。そう考えると、ええ、もう少し南の方行っておきます。そうですね宮崎とか、ええ、なんとなく。はいじゃあ九州で潰しちゃいましょうか。そうしましょう、うん、で私たちが あと残り九州を言えるかっていう問題がありますよね。あとあの温泉が気持ちよさそうなので大分ですね。わかる、はいはいはい、あと、まあ、カステラも美味しそうなので長崎それでいきましょう、ね、じゃあと関門海峡近いので福岡、うん、あのねもうね入んないから。あそうなんだ。沖縄鹿児島宮崎大分いやちょっとこれ何歳ぐらいだと思いますか。大体平均的には平均寿命として女性72歳ぐらい。そうでしょうね沖縄、うん、えな何言ってるんですか。72歳。そうそう女の人80いくつだ。ごめん、うん、男の、ね、じゃないんだ。男が8だから沖縄多分88ぐらいまで生きるんじゃないですか。ってことは平均85歳ぐらいですかね。ねどうでしょうかね。うわ長いな人生。はいこれがいっぱいありますね。じゃじゃおっとおやっ信じられない。1位はなんと堀井さんの言う通り、はい、長野県。私なんか昨日の夢に出てきた感じ。嘘でしょ嘘でしょ何言ってんの怖いわその根拠のない感じ怖い。スピリチュアルな感じ怖いわなんで長野なの。理由はなんででしょうね。第2位が島根県ですよ。ほう、ね、そして第3位に沖縄。あ沖縄は第3位なんですね、うん、そして第4位が我らが九州の熊本県ということで、はい、第5位が新潟県でした。地域性関係ねって感じですね。これ見ると何が根拠何なんでしょうね。これ DNA 問題もしかして。理由を知りたいです ね、うん、ね長野県と島根県っていうのは全く私は想像してなかったんですが、はい、堀井さんはね長野とかあの辺はあるかも、ね、新潟県米共通点なんですか。ちなみにでもねびっくりすることがあるんです堀井さん。はい男性だとランキングが違うんですよ、うん、長野は一緒、うん、ちなみに男性が80歳、うん、女性が87歳、うん、約、うん、2位が女性には入ってこなかった滋賀県。おー、3位に女性では入ってこなかった福井県、はい、4位が熊本で5位が神奈川。いいですか男性は沖縄が入ってこないんですよ。あ本当
何でしょうね、男性と女性のこう地位関係が違うってことですかね。沖縄に行くと女は 長生きすると、うん、そうストレスの度合いが違うんですかね、ね、あるんですかね。福井と、島根って近いですよね、はい、確か。本当、まあ、あの 側としては一緒側ですね側としては一緒ってだけ。私今堀井さん本当信用できないって分かった。私も近いですよねって言って何も隠す、あはーいって言って、今もういや理論的には A ゾーンですから。あ、A ゾーンってないですか、デンジャーゾーンじゃないですか。ひどいな、ABC の A ゾーン、A ゾーン、あ、そうか、あ、まあ、じゃあ A ゾーンに住みました最終的に。オレンジペコフラワーでした。さて先ほどの長野県、どうして寿命が長いのか問題ですけれども、はい、うちのトップ5の頭脳たちが調べ上げました。ブレインたちが、はい、長野は肥満と喫煙者の割合が全国的に見ても低いんだそうです、うん、で野菜も食べる量が全国一と、やっぱりがんになりやすい食生活を送っているということですね。そういうものもあるんです。がんにくいって言いました。がんになりにくい、ね、そうそう、で減塩運動をね、あのしたりたりもするんですって、まあ、そういうこともあるのかなと、まあ、特定できないでしょうけどね、はい、そうですよね、うん、なんか医療費が少ないっていうのもねポイントとしてあるらしいんですが、まあ、でもこれは病院が少ないからではないかという説もあったりして、正直分かってないみたいなんですよ理由が。怖いわ。長野に住みたいです ね。Welcome to the top five. Welcome to the top five. TBS Radio Top Five. 時刻は7時41分です。TBS アナウンサー堀井美香と作詞家コラムニストのジェーン・スーさんでお送りしている TBS ラジオ ザ・トップ5。本日最後のランキングはこちらです。他人の悩みは蜜の味、自分の悩みは鉄の味。人様の悩みに大胆かつ繊細に答えていきます。それでは発表しましょう。ネットのお悩み相談サイト発言小町より、昨日の人気相談ランキングトップ5。第5位、35歳派遣 OL 婚活前線異常ありすぎ。第4位、義理の実家で子供が猫に引っかかれました。第3位、妻に対する不信感。第2位、クリスマスパーティーを内緒でするのはいじめですか。そして第1位は、彼女にマジギレされました。以上、ネットのお悩み相談サイト発言小町より、昨日の人気相談ランキングトップ5でした。さあ、いろんなものがまた出てきてますよ。はい、ねえ、例えば第5位、OL 婚活前線異常ありすぎということで、うんうん、ね、OL さん職場によっては男性がいなくてという人もいるでしょうね。そうですね、この人はなんかね、いろいろと現実的だにそんなに高望みしてないのに、うん、相談所とかでも人が見つからないみたいなことらしいんですが、はい、なんかね、自活ができてないっぽいんですよね。あ、で自活ができてない理由が、はい、まあ、その実家に住んでて給料も低くてみたいなことしか書いてないから分かんないんですけど、うん、まあ、先に自活した方がいいんじゃねみたいなこといっぱい書かれてました。なるほど、うん、第4位は子供が猫に、まあ、義理の実家で引っかかれちゃった、うんうんうん、ということですね。で第3位、妻に対する不信感、もしかして妻が不倫をしているのではないか、切実なお悩みでしたけれども。第2位、クリスマスパーティーを内緒でするのはいじめですかと、まあ、お母さんサークルの人間関係の難しさというのはね、あると思いますよね。やっぱりこういうお悩み相談はお母様たちとか OL さんが多いですね、うん、男性はそんなにないんですね。人にそんなに聞かないじゃないですかね。自分でちゃんと解決するんですかね、うん、偉いね。クリスマスパーティーって内緒でやったらいじめなんですか。まあ、でも呼ぶ人を制限しないとどんどん増えちゃうの ですよね。そうすると言わないことにしようっていうのはあるかもしれないですね。あえて言わないっていう、でもまあ仲間だけでやるのでね、うん、どうなんでしょうね。そんな仲いい人にはちゃんと教えますけどね、はい、そして、まあ、それぞれ興味深いトピックスなんですけれども、うん、今週は第1位のトピック、彼女にマジギレされました。こちらを一部抜粋してご紹介します。相談者は社会人2年目の25歳の男性社会人。最近同い年の彼女の部屋に遊びに行くと、大量のゼクシーがこれ見よがしに積まれているそうです。彼女に抗議したところ、彼女からはこう反論されたそうです。いわく、女は男と違って出産適齢期というものがある。
初産は30までに終えておきたい。今からすぐに結婚を決めたところで式を挙げるのは1年後。そこから妊娠から出産まで最速で動いても28。余裕はあと 1,2 年しかない。しかもこれはあなたが私と結婚してくれたらの話で、もし新しい彼氏を一から探すとなったら、実質そろそろリミットに近い。すぐに結婚が無理なら2015年中までには結婚すると念書を書いて双方の親に宣言してとのこと。これを受けて男性はやんわりと、自分はもう少し遊んでいたいと伝えたら彼女に本気で怒られてしまったそうです。男性はお互い若いのだし、そこまで切羽詰まる理由がわかりません。そんな非常識なことを言ったのでしょうか。交際期間は今年で10年ですとのことなんですが、問題は最後の一行ですよね。なるほど。10年、10年付き合ってて、うん、まだ少し遊んでたいって言われたら、確かに25歳社会人2年目だったら遊んでたい気持ちってよくわかるんですけれども、まあ女性の方もそろそろ何か次のステップに移らないと飽きてきちゃったなーっていう感じはありませんかね。あとこれぐらいの年の女性の1年は男性の10年ですよ、うん、すごいですねそれね。25歳で、うん、そうですよ。年々かね、相場市場価値は下がってきちゃいますからね。その結婚っていういい結婚みたいな世間で言われてることを全うしようとすると、うんうん、でもな、プロポーズされない101の理由にもゼクシーに全てを託したっていうのはやっちゃダメなこととして書いてるんですけどね。あら、やっちゃったんですね。ね、送って読んでいただきたいです ね。でもね、例えば男性から聞いて、女性がね、ウィザンは30までに置いておきたい、今からすぐに結婚を決めたところで式を挙げるのは1年後、そこから妊娠から出産まで最速で動いても28、余裕はあと1年、結婚しないんだったら1から探すからそろそろリミットっていうのを25で言われたら、うわー、なんでそんな先のことまでって思うかもしれないんですけど、うん、女の人ってこれコンマ5秒ぐらいで考えられますよね、うん、ちゃんとシミュレーションがすごく大事だって分かってるので男性はあんましないですもんね。あ、来週のこともあんま決まってないですからね。そうそうそう、まあ、私も来週のこと決めるの好きじゃないからこうなっちゃったんですけど女性は割とこう次にこうしてこうしてこうしたいっていうね、うんうん、ちゃんとこう具体的に決めていきますからね。こうしてこうしてこうしたいっていうのももちろんありますし、うん、今こうしないとこのあとこうなれないとか、うん、そういうことに関しての意識はものすごい明確ですよね。そうですね、女性は何なんですかねあれ。まあまあもちろん人によるけどね、それは、うん、現に私が今こういう状態であちゃーっていう顔してここに座ってるわけですからあんまり言えないですけれども、なんか切羽詰まる理由が分かりませんっていうのはまさにこれで、ウィザーは30までに置いておきたいと思うと確かに25ぐらいから何か考えたくなると思うんですけど、堀さんウィザーはおいくつでした？あと私25とかですかね。あ、まさに26とかですかね。やっぱり若いうちに産んだ方が体力的には楽なんですかね、はい、あ、もうそれはそう言いますけど、うん、でも私の友達40過ぎてからバンバン産んでますけど、うんうん、もう本当に元気に健康に子育てしてますよ、うん、でまたいいなと思います。余裕を持ってね、うんうん、もう本当に大人の子育てをしてるので、はいはい、金銭的にも時間的にも、なるほどね、うん、そうですね、うん、いいなと思いますけどね。でもこの彼女の気持ちは堀さんなら分かりますよね。ん25で結婚をちょっと真剣に考えたいっていうのは、うん、だってほら早めに比較的結婚したじゃないですか。そうですね。で男の人ってあれですよね、いいですよね、なんか自分から結婚したければ結婚したいってどん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 言ってけばいいんですもんね。女性ってほら待つだけの方が多いじゃないですか、基本的にはね。まあそんなこと言ったらもう、ね、俺たちプロポーズしても一切相手にされないかもしれないんだぞっていう101人が襲ってくると思いますけど堀さんにね、まあでもね、いいなと思ったらプロポーズするチャンスってたくさんあるわけじゃないですか。女の方はねちょっと、うん、こっちからプロポーズしてもいいんですけど、うん、そ向こうがテンションだだ下がりするっていう傾向をね、私は目の前で何度も見てきてますからね、うん、なかなか難しいですねこれ、うん、やっぱりね、同い年っていうのが難しいんですよこれ。そうですね、実はこれぐらいの年だと、はい、女性の25と男性の25じゃやっぱり全くその社会に出た時のその先に見えてる絵っていうのがあまりにも違いすぎて、これ5つぐらい年上の彼氏だったらもうそろそろ結婚しようかなみたいなことを25の彼女に対して思ったりとかっていうのは普通にあると思いますし、うんうん、この男の子だってあと5年待ったらそう思うかもしれないんですけど、うん、ただその時には彼女は30になっちゃって、それじゃ彼女は嫌なわけですよね、うんうん、よく聞きますよね、うん、10年付き合った彼と別れたんだけどその後人と結婚したっていう話、はい、ありませんか。はい、
10年は長いね。でもね、だって結婚してからもでしょ、ね、はい、それどんだけ短くできるかっていうのはこう結構今の未婚のプロたちのテーマなのに、うん、あと何十年も一緒にいるのか、もうちょっと短くていいやっていう、うん、どうですか、今何年目ですか一緒にいて。え、うちですか、はい、ご結婚してから20年近くね。20年近くですよね。17年ぐらいですかね。17年、はい、飽きました。いやー、飽きはしないですよ。おー、いいね、はい、なんでどうやったら飽きないんですか。え、どうやったら飽きないんですか。どうやったら飽きない。あ、でもなんか全くこう価値観が違うので、うんうん、いろんなことをこう私の知らないことを教えてくれるので、それは飽きないですね、うんうんうん、こっちは次他の男性にこう目がちょっと行ったりとかは全然しないんですか。あ、もうそれはもうちょくちょくあります。もうあ、もうでも普通に否定するのかと思った。それかい。何にもですよ。一日何回も一日でベースだ。Welcome to the top 夕方5時50分からお送りしてきたザ・トップ5火曜日エンディングです。この後の TBS ラジオ8時からミュージック24-7、火曜日はこの番組のテーマ曲も作ってくれているノーナレーブスの西寺浩太さんの卵レディオです。また10時からは荻上チキさんのセッション22、今夜のテーマは山場を迎えた秘密保護法案の行方はだそうです。そして明日以降のトップ5、明日水曜のザ・トップ5は映像コレクターのコンバットレックさんと TBS 林美奈穂アナウンサーのコンビで5時50分から生放送です。はい、ここでメールを読ませていただきます。はい、スーさん、ホリさん、こんにちは。初めてメールします。イエーイ、はい、ありがとうございます。ラジオネーム猫招きさんですが、今期から初めてトップ5聞き始めました。はい、夕飯作りながら聞いています。どの曜日も楽しいですが、火曜日は女子会に参加してる気分になりますね。私も今日誕生日を迎えました。おめでとうございます。はい、36歳、はい、確かにほうれい線が徐々に深く刻まれている気がします。よければおめでとうと言ってもらえたら嬉しいです。老後まで愉快に付き合える女友達を作りたいなということですが、うん、おめでとうございます。ちょっとこれやっぱりハッピーバースデートゥーユー歌いましょう。そうですね、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー猫マネキさん、ハッピーバースデートゥーユー猫マネキさん、36歳、おめでとう。いいなぁ、36歳ね。ねえ、子育てにヘトヘトアラフォーママさんです。スーさん、ホリーさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。最近はホリーさんの立場で共感して聞かせていただいています。今日11月19日は息子の2歳の誕生日です。おめでとうございます。トップ5が始まった2年前はこの子がお腹にいて、お腹が張って苦しく不安な悶々とする中、スーさんのトップ5で気分的にすごく救われたんです。息子はおかげさまですくすく育っていますが、自我が強くなかなか手こずっています。しかも自分がアラフォーで疲れがなかなか取れず、毎日ヘトヘトです。こんな私に育児頑張ってのお声をいただけるとありがたいです。ということで、じゃあ行きましょうか。はい、せーの、子育てにヘトヘトアラフォーママさん、子育て頑張って、いい子に育つよ絶対に。 ねさあ、今日もいろいろありましたね。はい、男の仕草ランキングもありましたし、ハンドクリームもやりましたし、ヨーグルトも楽しかったです ねこういうランキングやっぱり残念ながらテンションが上がりますね。そうですね、来週からもどんどん増やしていきたいですね。お願いしますよ、ね、でもあの主婦の方だけじゃなくて、まあ一人で聞いてる男性の残業中の方もね、あ、女子ってこうなんだなって共感していただけるとありがたいですよね。いくつになってもこんな感じでございます。そうです、盛り上がっていきましょう。それではザ・トップ5火曜日、お相手はジェンスーと堀井美香でした。